ームトヨタとチーム伊藤で対決することになったらどうする？イベントとかで対決することあるし、そんなに珍しいことじゃなくない？いや、そんな生半可な対決じゃなくて、ガチの派閥争い、力と力のぶつかり合い。そんな物騒な。そもそもチームってどうやって作るの？それはもう地元の連れとか集めていくのが手っ取り早いよ。いろんな意味でチームトヨタには勝てなそうなので撤退します。逃げろ。ピクシスの夜空の下でミーティング。こんばんは、ピクシスの豊田萌です。こんばんは、ピクシスの伊藤美久です。二人っきりです。ということで、この番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、水曜日はこちら、まったりする日。はいはい、リスナーの皆さんから届いたメール紹介していきます。はい、ピクミンネーム起きる魚さんです。ありがとうございます。ミクさん、萌さん、こんばんは。こんばんは。萌さん、先日はアコーギーファンへの出演お疲れ様でした。 ありがとう。現地で一緒に鷲崎さんのお誕生日をお祝いさせていただきましたが、うん、もう本当に楽しかったです、うん、なんだかんだのキレがやばすぎでしたし萌さんのパートがひたすらに愉快でずっと笑ってました、うん、あと個人的に生の萌さんを見るのが随分久しぶりだったんですが、めちゃくちゃ可愛くってビビりました。でしょ、マジで。また一緒にゲストを出演された野村舞子さんとは初めましてだったそうですが、うん、野村さんは愉快な人が大好きという、本人もとても愉快な人なので、軽いノリでお友達になってるのを見て嬉しかったですもちろん鷲崎さんとのおしゃべりもずっと聞いていたいくらいだったので、箱番組を抜け出して夜ナイトに行ってくれるのも待ってますね。行きたいと。もう一つ、ありがとう。ピクミンネームカホーさんからです。ありがとう。ありがとう。もいしみく、こんばんは。こんばんは。もいしがゲスト出演した鷲崎たけしのアコギファンクラブを現地で見ました、うん、ありがとう。鷲崎さんへのプレゼントとして、よれよれの折り鶴を持って登場したもいし、うん、その後鷲崎さんを見つめながら歌ったり踊ったりしたもいしですが、鷲崎さんを落とすためなら明らかに選曲ミスだったのが面白かったです実は私は今回萌氏を直接見るのが初めてでした。あら、初めまして。画面で見るより100万倍可愛くてびっくりしました。そうでしょう。なんだかんだの踊り最高すぎましたよ。楽しすぎ、時間ありがとうございました。ありがとうございます。イベントの翌日は私の誕生日でした。なので最後にみんなで歌ったディアバースデーを少しだけ自分に向けたものとして聞いて勝手に感動しました。ハッピーバースデー、おめでとうございます。ありがとうございます。アコギファンクラブ、そう、たけしのやつに呼んでもらって、うん、でたけしとね話してたんだけどね、うん、いやピクミちゃんと面白いよって褒めてくれた。お、嬉しい、ありがとうございます。ミックルミーコの、まあ、ミクのツッコミとか、うん、そういうのは最高だから、もっとあれをあの世間に出したいんだけどなんでそこでしかやってくれないの世間に出したいんだけど伊藤さんのツッコミスキルとか、あの感じをもっと外で見たいのにあそこでしかやってくれないって言ってたよいや、そうですよそりゃそうだよ。私たちピクシスはここでしか輝けないからピクミのこの姿を見れるのはピクミでしか見れません。ここでしか見られないから、あの勝手にトイレ行ってる間に始めちゃう芸とか最高だよそれもここでしか見れませんから言われてて、あの破天荒っぷりはなんで外で見られないんだろうなんかまあ、あのトヨタさんは、あの萌さんはそんなにまああんまり変わらないから、どこでもなんかちょっと、うん、わーって感じだけど、なんかミクはちゃんとその使い分けてるイメージがあるらしくて、トヨタさんも相当使い分けてるけどねまあたいいしょうよ。そうそうそうね、うん、まあたけしの前ではこんな感じだから ね、 そ う、 ね、そうね、たけしの前とこのピクミでしか、うん、もう夜ナイト内でしか私たちは輝けないんですこのキャラでは生きていけないんだな。そうなんですよっていうのを言ってたよ。ありがたいことですね。裏で言ってました、たけしが。そうですね、なかなかこうこれを出すには相当な月が必要、月日が必要です今更よそのところでもう一回はできないもんね。時間が必要なんですね、これを出すというのは。違い、だからミーは私相手以外に強く突っ込めないじゃん、そもそも。いや、たまに出ちゃうよ。たまに出ちゃう、たまに出ちゃって、おっあってなるんだ。あ、口悪い私口悪い口悪いって思うんだ気をつけ
なければお外であって思うんだ。そうそうそう、割とね、こうこのテンションにガッとなってしまうと、でポロッと出ちゃう時がありますんで。いやでもそれがいいとこなんだけどな。うん、ね、ちょっとね、もう要所要所で、もう最近はもう本当に他のところでもあまりその天使と言われなくなってきましたので、うん、ついに、はい、脱天使。あのもうそう、バンドリではもう言われなくなった。あ、確かに。言ってる、言われてるイメージもないかも。そう、だからやっぱり、うん、最初のイメージから脱するには、時間が必要、うん。そうね、最初に天使ってイメージがついちゃったから、そうそう。確かにバンドリも長らくやってるもんね。長らくやってみんなが、こう慣れてきてくれたの、その私の変なのに。そうだね。この子は天使じゃないんだっていうことに気づいてくれた。私の変なところに慣れてきてくれたの。慣れてきたね。ミックって意外とこういう感じなんだってみんなが勝手にミク像を作り上げてたからね、多分ね。一番最初はさ、うん、やっぱりそうなのよ。私も人見知りだしね、あまりおしゃべりできないっていうのも悪いんですけれども。なのでね、まあ、小出しに。そうね、まあでもここでしか見られないミクがあるっていうことはいいことですからね。そうですよ、私たちのね、それを売りにしていこう。ピクミはピクミが私たちのこの姿が売りですから。です、です。たけし、許して、許して。はい、あ、以上です。あ、終わりです。終わりです、どんなことでもいいので送ってね。ではここで1曲おかけしましょう。ピクシスでウェルカムマイベストフレンド。ピクシスの夜空の下でミーティング、エンディング。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛のメッセージ、過去になってのお便りお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@jokr.net、 pixis_rf@jokr.net。 pixis の綴りは pyxis です。でもそのアコギファンで共演したまいこちゃんがね、うんうん、同い年だったの、うんうん、私とね。でなんか終わった後になんか喋ってたら、すごい私の生き方に本当に感銘を受けました、あ、憧れです、私こうなりたいみたいな言ってて、うん、絶対に間違ってるよって言ってた。うん、やめた方がいいね。なんかどんな時でもすごいポジティブで可愛いって言われたの全部受け止めて、うんうん、もうなんか写真チェックの時も、あ、大丈夫、私可愛いって毎回言ってたのね。その姿を見てなんかすごい感銘を受けたみたい、うん、まあ確かになかなか見ることがないだろうからね。こういう人種あんまりないと思うから、こういう人種いないもんね、うんうん、あの表に限らず裏でもずっとそのスタイルだったから、うん、私可愛い私可愛い、うん、大丈夫、あ、何でも大丈夫、うん、可愛い、可愛い、可愛い、って言ってたらなんか本当にこうなりますこんな人間がいるなんてびっくりしたんだ。感銘を受けたらしい、うん、はい、今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌衣とピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上に会おうね。バイバーイ。